まっチャンネルです。トマトが銅薬赤色になりましたんで、あとラディッシュも多分そろそろいけるやつありそうなので、サラダにしようかな。ちょっと帰り道セリアに寄ってきまして、また新しいものいいもの、いくつか見つけたので、ご紹介しますね。これ結構皆さんが、ね、話題になってますけど、クッカースタンドですね。これアルコールバーナーを、取り囲んで三角でこうできるのかなっていう、ものですね。こんなものまでも開発して、あと皮膚規模を買わなかったけど皮膚規模もありましたね。びっくりしましたね、はい、完全にソロキャンプのもう照準に定めた開発をされてる。でこれはそうですね、渦巻きの線香ですね。線香入れっていう感じで、これもなんかね、気が利いてちょっとおしゃれなものですね。でテーブルはこれ前のやつちょっと曲がっちゃったんで、熱で曲がっちゃったんでちょっと買い替えました、はい、でこれがね、今回ちょっといいなと思ったのが、これ 530ml の、瓶じゃないですけど、プラスチックの入れ物なんですけど、今お酒をウイスキー持ってくんですけど、一番小さい小瓶だとちょっとね足りないんですよね。でこれ例えば焼酎とか、ウイスキーだとちょうどこれで、ハーフ瓶よりもちょっと大きくて、フルサイズよりも小さいっていう、ちょうどいいかなっていう、ちょっと飲みすぎですけど量物。そう、これがね、シリコンのカップですね。コップを、がどうしてもね、メスティン1個の中に入らないんですよね。でこれもいいと思うんですけど、これとこれはメスティンの中に入れると効果をちょっと発揮するかもなと思ってちょっと買ってみました。あとこれ袋ですね。これは巾着なんですけど、僕の動画改めて見ると、やっぱね、スーパーのビニールバッグがね、すごく目立つというか、やっぱ買った時もらうものそのままこう映り込んじゃってますけど、あと服とかあと食べ物も家からそういうビニール袋に入れて持っていくことが多いんですけど、やっぱちょっとね、これからそういうものもなかなかね、支給有料化されるっていうのもあるので、ちょっとこういうものを使っていこうかなと思って。これは医療服ですね。でこれ同じく、これは米袋が入るサイズということなので、食べ物ちょうどいいかなっていう感じですね。これに食べ物を現地で買ったものも含めて入れるというところと、あとこれはいいなって気になってた、前から気になってたんですけど、今Amazon で買ったタンクですね、ウォータータンク3リットルと5リットル使ってますけど、これは本当にそれよりもスリムに収納できますね。これすごくすごく優秀かもしれない。ちょっと期待してます。あとこれ切り株のクッションと、マッチはいつも、マッチは常備しとかないとですね。はい。あとね、今日群馬でバスに乗る前の家からバス停の間の公園に、タケノコ生えてましたので、これちょっと食べれるかどうか後でチャレンジしてみようと思います。あ、これはシンデレラフィットですね。多分わざとやってますよね。そうそう、ちょっと一旦で揺ら落ちで、箸と S ビットが脱落するっていう、はい、でコップが代わりに入りましたと。一応こちらで、はい、ちょっと次のキャンプをこれで試してみます。じゃあちょっとこのタケノコで一品作ってみたいと思います。タケノコってさばいたことないんだけど、どうしますか、はい、じゃあちょっとこれを、あ、柔らかそう。いいよ、はい、
描きながらタケノコのアクの抜き方をちょっとカンニングします。ネットで調べたらタケノコのアク抜きが米一つまみと赤唐辛子がいいと書いてあったのでちょっとやってみます。入っていいかな。しばらく、ありがたく、よいしょ、よいしょ。ごま油で和えて塩振ってみますか。なんかこれで美味しいんじゃないかと思うんだな、きっと。はい、タケノコのごま油和え、はい、どうでしょう。ちょっと一個だけ食べて。はい、季節の味。うん、うん、あ、うまい、うまい。あ、美味しいね。あの道端で拾ったタケノコがこんな美味しいとは。ラディッシュの葉っぱをおひたしにします。ちょっとラディッシュはちっこかったけど、あとトマトですね。あらららら、はい、今日の収穫です。これもごま油かけたら大体美味しいですよ。はい、準備できました。はい、庭で採れた、庭で採れたのがこのラディッシュとプチトマトで、これがラディッシュの葉っぱですね。はい、でこれはあの帰り道に公園に生えてたタケノコ。タケノコ柔らかいね、これ。うん、お先ですよ。あ、札幌一番味噌ラーメンにコーヒーを入れるとコクが出て美味しい。半分ぐらいコーヒーを入れてみましたよ。ここはこれで美味しくなれる。確かになんか色が濃い気はちょっとする。普通に美味しいですね。あの袋ラーメンって水の量が毎回と異なるじゃないですか。もうちょっと水少なめに入れた方が良かったかもしれないね。まあそれはちょっと今日の反省点。皆さんぜひあのご興味ある方は一回試してみてはいかがでしょうか。でね、美味しいです。これからもやっぱりあの部屋の中で撮影とか、まあ、興味があることがあれば、まあ、多分お料理とかそういう感じにはなると思うんですけどね、これは継続していきたいなと思います。僕が興味があることを僕が一番楽しめるように、まあ、やっていくっていう、まあ、趣旨で運営をしてますので、はい、今後ともよろしかったらぜひ